5、4、3。はい、ということでね、ユーデックスです。このチャンネルはですね、多肉植物専門バラエティ番組ということなんですが、今ね、5、4、3、2でね、やりましたが、これね、よくテレビ番組のね、放送でね、よく使われる、ディレクターの方とか AD の方がね、よく、スタジオでやっていることなんですかね。これ実はね、このユーデックスプランツスタイルの当初ですね、本当に初めの頃ですね、実はこれやっていました。はい。なんで今これをまた改めてやったかっていうのはですね、これね、報告動画っていうことなんですけど、今回。これね、まずはチャンネル登録者がですね、500人を突破しました。はい。まずその報告なんですが、今じゃあなぜこの54321カウントしたのかって言いますと、先日ですね、実はですね、地元の、ね、友人と会う機会がありまして、そこでですね、いろんなね、話をしながら、昔の話をね、しながら、思い出も語りながらっていう感じだったんですが、そこでですね、とあるね、友人の方がですね、このチャンネルを実は見てるよっていうの、そして当初から見てるよっていうので、またね、この54321っていうのね、すごいね、業界人としてはね、ちょっとね、見てて、くすっと笑えるようなところなんですが、ここをね、やらなくなったのを突っ込まれまして、ちょっとね、あれやった方がいいよっていうのをやったので、あえてこの500人突破っていうところね、今回ちょっとやらせていただきました。はい。まずね、そういったことでですね、ちょっと脱線してしまいましたが、今回、このね、動画はですね、この500人、チャンネル登録者が500人を突破しましたってことで、報告動画です。はい。本当にありがとうございます。チャンネル登録ね、している方ね、いつもご覧いただいている方、ありがとうございます。はい。このね、植物チャンネル、多肉専門バラエティ番組ですね、当初2年前に立ち上げてですね、まず初めはですね、本当に、僕自身も植物にハマって、このね、植物の魅力を伝えていきますっていうところからスタートをして、今ね、先日もお伝えしましたが、アロエ専門店、アロエリットというね、お店を立ち上げました。はい。この2年で、ほんとね、アロエ専門店を立ち上げるまでいろいろなことがあったんですが、ようやくね、一つ一つ形になっていって、そしてね、YouTube の方もですね、これからもね、今年3月からですね、本当に本格的にいろいろとね、動画の投稿もしていって、これからね、このアロエ専門店リットも、アロエに特化した、ね、チャンネルになっていくかと思うんですが、これからはですね、この多肉植物、植物の魅力をね、伝えていくというね、この根本的なところは変わらないので、ぜひね、このね、当初からね、ご覧いただいていける方ね、これからもね、時々ですね、こういった今目の前にあるサンセベリア、今ね、少しずつサンセベリアもね、人気ができていますよね。こちらはね、ラブラノスね、1970の白色のね、斑入りなんですけどもね、こういったサンセベリアも今人気ですし、こういったね、熱帯植物とかサボテンとかね、グラキリスとかもそうですけど、こういったね、本当に植物っていうのはね、いろいろな植物があって、本当ね、人それぞれどこにね、こう沼にはまっていくかわからないんですけど、そのね、沼の一歩になれるようにね、このチャンネルはですね、いろいろなね、植物の紹介をしていきます。そして、このアロエ専門店、アロエリットのお店の紹介と、アロエの品種の紹介と、アロエのよりわかりやすい育て方とかですね。また日本には真冬、雪が降る地域もあると思うので、最近ドライガーデン、ロックガーデンしている方におすすめの地植えできるアロエとかですね。またね、そのドライガーデンの地植えの仕方とかですね。僕自身もね、このアロエを通して皆様にね、いろいろとおすすめできる、紹介をしていきたいと思っています。はい、今回ね、こういった感じでですね、500人突破しましたっていうことで報告動画となりました。これからもですね、このユデックスプランツスタイルはですね、この植物を通して、いろいろな方と、出会ったりとか、いろんな植物に出会ったりとかですね、その植物を通して、いろいろとね、楽しい多肉ライフを皆様にお届けしていきますので、ぜひね、これからも応援をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。